ファレーヌとは、フランス原産の愛玩用犬種である。国際分類名をエパニオールナインコンチネンタルとし、パピオンとの類別のため、その末尾にフェイリーンを付して呼称されるが、日本を含めてファレーヌと通称されることが多い。この名称はフランス語で、がの意であり、犬種としてのファレーヌは、フシーでは国際分類により、日本でも一定の人気があるパピオンの大分類の下。 垂れ耳のものとして、小分類され、区別する。12世紀から13世紀頃にかけ、愛眼犬として作出された。それから、年々、思考とともに改良後輩が加えられつつ、広く親しまれるが、18世紀になると、ベルギーでファレーヌから、立ち耳の子犬が派生することによって、人気犬種として多くパピオンの作出が試みられ、当犬種は作出を減らすことになる。 パピオンの親から、稀に垂れ耳の子犬及び後に、垂れ耳の聖犬となった者が生まれることがあり、パピオンから生まれたファレーヌも日本国内に存在する。また、日本のジャパンケネルクラブは、パピオンの犬種標準に垂れ耳の者のを包含し、同クラブの主催による、ドッグ賞においては、同一種、パピオンとして審査が行われる。パピオンに順ずる体育で、耳は、垂れ。 長い飾り毛で覆われる。コートはロングコートで、毛色はホワイトブラック、ホワイトブラウン、およびホワイトレッドなど。尾は巻き尾で背中に背負っている。華奢な体つきで足は長い。小型犬サイズで性格はしとやかで外交的であるが、一定の警戒心の保持が犬種標準であり、プライドの高い一面も持つ。ありがとうございます。